どうも皆さんこんにちは、タルバック工場のアンドゥです。今回は世界の遊び大全51をやっていきたいんですけど、さあタルバカ工場、月に多分 1,2 本の確率で出るという思いつき企画、今回ねこの世界の遊び大全 でやっていきたいと思うんですけど、今回思いついた企画はですね、こちら、このトイボクシングっていうゲームあるじゃないですか。このトイボクシングの操作って殴るとガードだけなんですよ。もう簡単に相手がガードしてたらその隙をついて殴るみたいな、そんな簡単な作業なんですけど、いや俺これもしかしてなんですけど防御いらねえんじゃねえかなと思って、でこれ殴る速さとか連打なんですよ。だから連打が速ければガードがなくても押し切れんじゃないのかなと思って、今回ねそれの検証していきたいと思います。でまあ10戦かな、まあ、大体10戦ぐらいやって10分の何勝てるかっていうのを、まあ、検証していきたいと思います。じゃあ行きます、早速1戦目どうぞ。あ、やべえ、ドミノの通り行ってたらマッチングしてるじゃん。アイノさんね、いいよアイノさん、俺の高速ジャブに勝てるから。アイノさんちょっと連打のスピード聞いてて、みんな行くよ、 ASMR 行くよ。聞こえるかな、聞こえた、ちょっと今これで行くわ、ちょっと集中する、行きます、ファイト、ゴー。あー、それがなくてもいい、痛い、クソ、いける、俺はガードを捨てた男だ。いやー、燃やせ心を燃やせ、煉獄さんも言っただろう、心を燃やせ。長い30秒が地獄のようだ、心が燃える、俺は強くなってる。ああ、指が摩擦でなくなる、指がなくなる、いけ、ああ、あっ、ちょっと待って、あの一斉の体力消費してない、一斉の体力消費じゃない、え、これ大丈夫かな、ちょっとみんなこれ予定変更、ちょっと10戦もやったらあれだわ、あのジョイコンがぶっ壊れるんで5000にします、5000に変更します、すいません5000に変更します、じゃあ5000でいきます。よし来た、2戦目、つば九郎さんね、ちょっと待って、いや A ボタンが壊れないことを祈る、マジで A ボタン壊れるのは本当にお願い、 A ボタンだけは壊れないでほしい。よし行きます、また本気出すわ、ちょっと肩横向きにするね、ごめん、横向きなのがね、あの集中できる、いきます、30秒、地獄の30秒始まります、レディファイト、うわぁ、いったれ、やべ、こいつ剣術タイプだ、あぁ、よし、うわぁ、しっかりしてる、ナイス、ナイス、巻き返し、いいね、追いついて、うわぁ、指がなくなるって、え、待って、頑張れ、もっと早く、もっと早く、煉獄さん、俺に力を、鬼滅の刃、いきます、この呼吸、一度変えた、知らねえ、うわぁ、あかさてねぇ、絶対勝つ、負けない、あぁ、負けた、よかった、よかった、終わった、マジでやばい、マジでやばい、これ、大げさじゃないからね、ほんとに、あと3戦頑張ります、あー、当たらなかった、きたー、3戦目ね、当たるさん、ちょっとね、今ね、親指連打してたんだけど、親指が焼き切れるんで、今度、あの、中指連打できます。で、今、あの右向いてやってたから今度左向きスタイルでいきます、中指連打スタイルでいきます、2本いきます、レディ始まるよ、ファイト、コングが鳴った、おら防御なんて2の前3の前意味がないんですよ、防御なんてそんな存在、待ってめっちゃ今めっちゃ待って増やしてる、今めっちゃ防御してるこいつ、やばい押し込まれてるって、返せ魂で返せ、そうだ俺はお前とそういう勝負したかった、殴り合いのな、あ惨敗だ普通に、くっそマジで勝てない、じゃあ次4戦目どうぞ、来た4戦目、 SN さんね、やべ、スプラトゥーン対決負けられない、ちょっと今ねなんかよくわかんないけどね、防御してたからもっと正確に A ボタン、これ A ボタンで攻撃で合ってるよね、やばい、もうマジ今度あれでは薬指スタイルいきます、頑張って、ダメ、よし、お、いいよ、押してる、いや、え、こいつガードして、お前が攻撃した瞬間に俺が攻撃すれば、あ、待って、やばい、ダメだ、親指、人差し指スタイル、これが一番ベスト、マジやばい、やばい、やめて、よし、超えた、まだいけ、勝てねえ、一戦がめっちゃ短い、じゃあ次、ラスト勝負いきます、ラストいきます、泣いても笑っても次が最後、あ、最後も SL お前か、いいぜ、
最後はお前で飾ってやるよ。行くぜ、最後高速連打対決。ガードを捨てた男 VS ガードとパンチ込みのお前、どっちが強いか拳で語り合うんじゃねえか。そうだよな、ゲームをやってる者同士言葉なんていらねえ。語り合うならゲーム、トイボクシングならトイボクシングで語り合う。それが俺たち二人につけられたあだ名だったよな。覚えてるか、あの日の夜を。俺が連打だけで点々取れていったら、お前はこう言ったよな。ガードもできねえ男がパンチなんてクリアすんじゃねえ。そうお前は語った。だが俺は今ここでお前を超える。クソったれー。来た。あれ、またイノさん、ちょっとあれだわ、最後に今度はちゃんとあのガードありだよね。ガードありでやって勝てるかどうかちゃんと言ってみます。やっぱガードの大切なのを俺は知りたい。いきます、ガードあり対決。さあ、金髪ボーイがタルバック工場のアンデです。よろしくお願いします。やっていきます。さあファイト。あーそうだよな、お前はそうだと思ってたよ、いいの。あーそうだよな、俺もだってな、ガード覚えたこと忘れてもらった。なんでだ、くそ、こいつ、よし、ガード間に合わねえ。はい、はい、はい、あー負けた。俺は気づいたわ、俺単純にこのゲーム下手くそですね。はい、終わります。はい、ということで結果は5戦やって1勝4敗ですね。はい、連打だけでやったらまあ1勝4敗ってことなんで、まあ結論としてはまあガードをした方がいいってことかもしれないですね。これもしかしたらちゃんとガードして相手の隙を見てパンチした方がもしかしたら勝てたかもしれない。はい、ということで今回そういう結果ですね。皆さん、今回の動画いかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。